若葉黒智明は、神奈川県横浜市中区明保の町出身で、1950年代から1960年代にかけて活躍した大相撲力士である。本名は、草深智明。冬が近く、朝晩が冷え込むようになった1934年11月25日に、神奈川県横浜市で、クリーニング店を営む、草深栄地の長男として誕生した。 後に愛称となるドライ坊やは実家がクリーニング店であることに由来する。幼少期から体格が良く、小学1年生の時点で相撲で6年生を破るなど、近所ではワンパク大将として鳴らした。横浜市立吉田中学校では水泳選手として活躍していたが、中学3年生のある日に栄吉と親しかった行事が自宅を訪ねてきて恵まれた体格から、 各館入りを進められた。あまりにも突然の勧誘で戸惑ったためにまずは相撲観戦から始まり、それでも入門を尻込みしていると立浪から部屋でゆっくり遊んでいきなさいと言われた。部屋で2から3日遊んでいるうちに北海道巡業へ誘われ、現地で回しをつけて相撲を取ってみろと言われたことでそのまま立浪部屋へ入門した。恵まれた体格だったが、 入門前の激しい稽古によって体重が基準を下回ったために心んで試験査では直前に水をまぶ飲みして受験したが21巻と言われて足元を見ると立ち合い人かつ部屋付き親方だった白玉がはかりに片足を乗せて助けていた1949年10月場所で初土俵を踏んだがその時はまだ14歳だった1950年1月場所で番付に 自身の名が記載されたが、古名にどうしても、弱の字が欲しかったことから同部屋の大先輩の横綱、羽黒さん聖事にちなんだ若羽黒となった。しかし、小島定次は若羽黒の古名について、むしろ安年山の方が、そういった感じがするんですけどね、と辰ツの部屋持ち時代に語っている。ひりきでぽっちゃりしていたため、辰ツからは何が何でもおしに提出するように指導を受けた。 これが功を創始、1954年3月場所で、新十両、1955年3月場所で20歳3ヶ月の若さで新入幕を果たした。1年後の1956年3月場所では、東前頭15枚目で12勝3敗と、好成績を残し、朝市を太郎、若野花三岸との優勝決定ともえ戦に出場した、ものの平幕会の若はぐろには、2が、 重く、あっさり敗退してしまった。それでも活躍が認められて、初の三勝となる、関東賞を受賞した。その後は、幕内上位から三役に定着し、1959年、9月場所では、関分けで12勝3敗と好成績を上げ、場所後に大関へ昇進した。この昇進は、大相撲が年六場所制になった1958年以降では、 史上初の大関となった。その新大関の同年、11月場所では13勝2敗と入幕以来、自己最高の成績を挙げ、幕内最高優勝を果たし、この優勝同場所限りで引退する、ひげのイノスケへの花向けとした。同年12月には、自身の大関昇進披露と結婚披露宴を帝国ホテルにて同時に開催し、長島茂芸浦が参列して祝福した。 新大関の場所で幕内最高優勝を果たしたことから周囲からは推しの横綱が誕生か武蔵山以来二例目となる神奈川県からの横綱昇進なるかと言われ始めた若羽黒の体型はゴムマリを思わせる球体のようなあんこ型でしつこくネチネチと押していく独特の押し相撲が持ち味だったしかし綱取り場所となった1960年1月場所で 不覚にも7勝8敗と負け越しを喫すると、それ以降は、横綱昇進どころか二度と、綱取り場所を迎えることができなかった。同年、11月場所では、関脇、大砲後期が13勝2敗で、初の幕内最高優勝を果たしたが、10日目に、大砲へ土をつけ、同場所では12勝3敗と大きく勝ち越した。また、百六十一年一月場所では後に、 大宝と共に、白宝時代という大相撲の黄金時代を築くことになる大関、柏戸強が十三勝二敗で、幕内最高優勝を果たすが、若葉黒は柏戸に対しても同じく十日目に土をつけて、さらにこの際に、俺は白宝の反逆時と発言した。しかしそれ以降は、稽古不足が災いし、若葉黒は、 場所終盤まで優勝争いに絡むことは一度もなくなった。1961年7月場所は5勝を10敗、同年9月場所は全球と連続負け越しとなり、自身初の過ド番となった11月場所は、11日目に柏戸に敗れて7敗目、12日目に大宝に敗れてついに負け越しが決定し、3場所連続負け越しで大関陥落が決定した。結局、 この場所は5勝10敗に終わり、結果的に、柏戸逮捕への反逆は、返り打ちに遭う皮肉な結果となった。白鵬の反逆時と自称していたにもかかわらず、二人に相次いで連敗したことで、大関陥落となった若葉黒だったが、1962年1月場所を、関分けで9勝6敗、その後も10勝5敗、8勝7敗と3場所連続で、 勝ち越しを決め、元大関の実力を示した。戦後、大関観落後に3場所続けて三役を維持したのは、史上初のことだったが、同年、7月場所で右足首関節を捻挫して、途中休場すると三役からも陥落し、これ以降は二度と三役に返り咲くことができなかった。そして、1965年3月場所の直前に、廃業を、表明。 30歳の若さで各界を去った。大関経験者でありながら年寄り名跡を取得できず、日本相撲協会に残留することを断念、廃業の浮き目を見ることとなった。力士としての素質は誰もが認めるほどだったが正確に、村があり、大の稽古嫌い、さらに賭博好きで借金を作るなど、力士としての生活の乱れもあったために引退相撲も、開催できず、断髪式も、 同年7月に、神奈川県三浦市の油壺観光ホテルでひっそり、行われた。廃業後は、東京都北区で、おにぎりや弱を経営していたが、1965年5月に、ハワイから拳銃を山口組系国水会へ見ず輸入していたことが発覚し、警視庁に逮捕された。自供から立浪部屋を家宅捜索した結果、拳銃三丁が押収され、 現役時代に対戦したことがある、柏戸強し、大砲後期までもが、書類送検される、各界拳銃密輸事件に発展した。この事件がきっかけで、おにぎり屋も閉店に追い込まれ、再始とも離縁した。若葉黒は、刑務所暮らしを経て、翌年に出所し、球場を見かねたかつてのファンの誘いで、岡山県岡山市内の相撲料理店、軍配酒場の副店長に就任。 新規一転してよく働いたが、わずか3年ほど後の1969年3月2日に、脳卒減症のため、岡山市内の病院で急性した。34歳没。ゴムマリを思わせる、球体のようなンコ型の利ーキで、相手をしつこく土俵際まで押し込む、独特の相撲が持ち味だった。その一方で稽古嫌い、賭博好きのイメージが付きまとい、損をしている。それでも、 自分の相撲をビデオで何度も確認し、独特の押し相撲の方を完成させた、研究熱心なメニュや、年老いた、師匠、達波の世話を自ら積極的に行ったり、羽黒さん、政治の娘、小林千恵子の小学校時代に勉強を教えるなど、優しい一面もあった。そういった面から達波から気に入られるタイプだったという。 若羽黒の押し相撲は、波の力士には威力を発揮したが、同じ押し相撲を繰り広げた浅潮太郎には、分が悪く、通算で3勝21敗と大きく負け越している。また速攻型の土地西木式清高には3勝16敗、若の花三士にも3勝24敗、特に若の花には、初顔から16連敗と全く歯が立たなかった。年月場所で若の花に、 初めて勝利したが、制限時間いっぱいから3度も待ったを繰り返して、怒らせての勝利だったことから、全く評価されず、土俵態度があまりにも悪いとの理由で、11勝4敗と大きく、勝ち越しながら3勝候補に、名前が上がらなかった。時には、押し切る稽古に耐えられず、拓案席じゃあるまいし、押してばかりいられるかと音を上げたこともある。小島定時は、 若羽黒の取り口に関して、前世紀の増井山大四郎や手島正夫によく似ていると、1956年の立浪との対談で語っており、さらに、ああ言った推しに徹した相撲の稽古というのは、今はあまりしてないんでしょうと当時の各界の稽古の傾向について語りながら若羽黒の異質さに触れた。以前から若羽黒の型破りかつ身勝手、遠慮しない性格は、 異端児と称された。北の世を登るは1957年に安年山といった対談で、浜っ子だからねと育った場所による気質であると分析していた。戦前から若葉黒が活躍した1960年代頃までは、力士が自分自身を、わしを言うことが多かった中で、俺、僕と言っていたことや、稽古不足を最高位が関分けだった親方から注意されると、 番付はどこだ俺は大関だと返答したり、外出時の清掃である羽織、袴ではなく、アロハシャツ、または背広で外出する、魚嫌いの肉好きでちゃんこをあまり食べずに、中華料理やビフテキを食べる、下戸のために、喫茶店では、コーヒー、コーラと共にケーキを口にしたり、キャバレーでバンド演奏を楽しむなど、従来の力士像を完全に覆すものだった。 また自動車が大好きで、運転免許を取得するべく教習所にも通った。稽古場に姿を現したかと思いきや隙きを見て逃げ出す。ことが日常茶飯事となっていたある日、辰波が、そんなことしている暇があるなら少しでも稽古しろと言っても耳を貸さなくなったため、辰波が試験場に出向いて弱歯黒に免許を取らせないよう、頼んだが、若歯黒はこれを見破って、 別の試験場で免許を取得してしまった。記者から、調子はいかがですかと聞かれた際には、俺は小り性だからいろいろなものに凝る。前は相撲に凝っていたけど、最近はどうも、ね、と返答した。付け人だった黒姫さん秀夫にとっては、立浪四天皇の中で一番やりやすい関取りであり、うるさいことを言われなかったという。ただ、稽古場で汗を流すふりをして息抜きするなど、 稽古をサボるのがうまいとは証言している。ありがとうございます。